いよいよここからマジックウォッシュ加工のお手伝い。手作業でヴィンテージデニムの風合いを出すオーナーが研究を重ねた独自の加工法です。タオルをこう切ったやつ、はい、でこれがブリーチ剤、濃度はちょっと言われへんけど、うん、濃度を薄めて切れ端に染み込ませて、でこすって色を落としていくんやけど、ここは強調して出したいからゴシゴシいってええねんけど、で下からこういう風にグラデーションをかけていくから、この濃い部分を残したいねんね、うん、それをやってってもらっていいですか。はい、アイちゃんって塗り絵とか下手下手バレました。でも色が全、うん、ちょっと変わってきたね。オッケーオッケーオッケー、はい、ブリーチ剤が乾くまでおよそ20分、ご覧の通り徐々に色が落ちてきます。もうだいぶできてきてるんやけど、ここの上の部分、ここの部分はここぐらいまで欲しいから、ここは結構きつくいってもらって、こっから上だけちょっとだけ欲しい、はい、OK、 それぐらいで、はい、もうこれで多分ほぼほぼいけてると思う。時にはマジックウォッシュをジーンズ全体に施す大園さん、実際に履き込まれたジーンズを参考にどんな動きが一本の線になるのかを想像しながら仕上げます。大量生産では出せない温かみのある味を何時間もかけて生み出しているんです。マジックウォッシュが完成するまで愛ちゃんは縫製のお手伝い、縫うパーツによって使うミシンも様々。完成ですか。かなりええ出来やと思う。ちゃんとここの濃い部分は濃く残ってるし、はい、下からのグラデーションもきっちりかかってるし、はい、うん、ここの角もぶれずにちゃんとまっすぐいけてるから、これはかなりもうマスキングいらないんで。うわわわわわわ、気持ちいいっしょそれ。気持ちいい、ゾクゾクする、うん、4回微調整を加え、オーナーからも認められるコインポケットが完成。